日本ではおととい、新型コロナのオミクロン株の新しい系統、XE が初めて確認されました。XE 系統は、BA1 と BA2 の遺伝子が組み合わさったウイルスで、BA2 よりも感染力が高いとされています。大阪府の吉村知事は、 見つかっていないなだけで、もう今入っててもおかしくないし、いつ入ってきてもおかしくないという前提で、えー、この XE について、できるだけ注意深く注視をして、まあ、大阪府としてできるだけ早くキャッチをしたいと思っています。一方、連日2万人以上の市中感染者が確認されている中国・上海。あまりの感染者の増加に、緊急で作られた隔離施設は劣悪な環境となっていて、 隔離施設の外では市内全域でロックダウンが続いていましたがおとといの上海政府発表により一部区域で市民の外出が認められました。 外に出ることはできたんですがスーパーやコンビニはほとんど閉まっています解除されたといっても行動できるのは周辺地域だけで店の多くは閉まっているため食料や生活用品の入手は依然難しいままです食料などの不足で不満を募らせる市民街では市のトップに詰め寄る事態も起きています 食料高いよ、何も残ってないよこれは上海市のトップで、次の首相候補ともいわれる大物政治家が市内を視察した際の様子、食料や物資が足りないことについて、直接訴えたとみられますが、中国では市民が政治家に直訴するのは、異例の光景だと言いますそんな中、知恵を絞り、この難局を乗り切る動きも。 敷地から出られないためか屋根の上で犬を散歩させる人やマンションの3階からリードを伸ばし犬だけ歩かせ遠隔散歩を試みる人まで食材の取り分をマージャンで決める人たちや。 ドローンに物資をぶら下げ、ベランダまで届けさせる離れ技まで登場しています。